レオンの旗レオン、またはペイドレオンは、フランス、ブルターニュの地方、レオン市教区に相当するかつての白領であった。古い名を、ルノイといった。一時は、レオン市釈やレオン領主が治めたが、その後分割された。レオンには、断釈領、大管区が含まれ、調税の行われる管区でもあった。東側の境界は、モルレー側、南側はアレサンチの麓。 コルヌアイユとの境界はエロルン川である。モルレーの町はモルレーガーサガにあり、ウガンはトレゴール地方となる。中世にはレオン主教が当時率いるレオン主尺寮のほか、1185年にブルターニュ工場フロア2世が設置したブルターニュ三部会に出席する七つの団釈寮の一つがレオンであった。地方の政権をレオン主教博が握っていたとき、 男爵領をたやすく、手中に収めたのは、ロアン家で14世紀に彼らは、レオン主爵領の相続人となった。そして、ロアン家はペイド・バンヌテにおいてもロアン男爵領を所有していた。ロアン家は、ブルターニュ女皇、アンヌ・ド・ブルターニュが、フランス王シャルル8世と1491年に結婚したことによって、アンヌが、ブルターニュ公国の創主権を失ったとみなし、 1491年以降、レオン公の称号を名乗るようになった。現在でも、レオン公の称号は、儀礼称号として残っており、元ロアン公爵、ジョスランド・ロアンの長男アランド・ロアンが、レオン公を名乗っている。レオン住民は隣接するトレゴール住民や、コルヌアユの住民に対して、伝統的に強い競争心を持っており、三者とも同じフィニステール賢人であるが、レオン住民は、 コルネアイユ住民ではないし、トレゴール住民と混同してはならない。という格言があるほどである。レオン住民は非常に宗教心が厚く、保守的でビジネスに長けており、宗教心がレオン住民より浅く、良い暮らしを求めるその隣人たちとは異なる。現代の政治では、レオン住民は伝統的に右派に投票する傾向にあるが、トレゴールや トルヌアユはよりサハに惹かれている。ありがとうございます。